てと。それじゃあ始めようかな。本日のテーマはスケルタルアニメーションについてです。スケルタルアニメーションではモデルの動きを制御するために骨格を設定します。ボーンを動かしてアニメーションを作成するので、同じ骨格構造を持つキャラクターであればアニメーションを共有することができます。以前の配信で 2D アニメーションパッケージをインポートしたときは、スプライトライブラリーを使用してプレイヤーのスプライトを変更できるようにしました。2D アニメーションパッケージにはスプライト用のスケルタルアニメーションを作成する機能も含まれているので、今回はドット絵のキャラクターで試してみることにしました。まずはボーンを設定するキャラクターの画像を用意します。今回のサンプルでは左のような感じで動かすパーツごとにレイヤーを分割しました。乗り物は3つのパーツに分割しています。とりあえずはキャラクターの画像を用意できたので、続いては PSD ファイルをインポートします。PSD のパッケージが導入されていれば、左のような感じでファイルを読み込むことができますね。 PSD データをシーンに配置すると、レイヤー情報に基づいてキャラクターが表示されました。とりあえずは PSD ファイルを読み込むことができたので、続いてはスキニングエディターでキャラクターにボーンを設定します。まずは PSD ファイルを選択してスプライトエディターを開きます。スプライトエディターのメニューからスキニングエディターモジュールを選択します。クリエイトボーンを選択して画面をクリックするとボーンを作成できます。今回のサンプルでは左のような感じでボーンを設定しました。エディットボーンを選択するとボーンの位置や角度を調整できますね。とりあえずはボーンの設定が完了したので、続いてはジオメトリーツールでメッシュを編集します。スプライトをダブルクリックするとメッシュを確認できます。エディットジオメトリーを選択するとメッシュの頂点を移動させることができます。クリエイトバーテックスを選択して画面をクリックすると頂点を追加できます。スプリットエッジを選択すると既存のエッジを分割できますね。とりあえずはメッシュの編集が完了したので、続いてはウェイトツールを使用してボーンがメッシュの頂点に与える影響を調整します。まずは頭のメッシュにウェイトを設定してみます。頭のメッシュについては頭に設定したボーンで動かしたいので、頭のボーンを選択してウェイトブラシでペイントしました。今回の場合だと頭のボーンが黄色なのでメッシュが黄色になりましたね。
プレビューポーズでパーツの動きを確認してみます。ボーンの角度を変更するとメッシュが連動して動きました。リストアポーズを選択するとボーンが元の位置に戻ります。とりあえずは頭のメッシュにウェイトを設定することができたので、続いては体のメッシュにウェイトを設定してみます。まずは体のボーンを選択してウェイトブラシでペイントしました。体のスプライトを選択した状態でボーンインフルエンスをクリックすると、体のボーンだけが影響を与えていることを確認できます。先ほどは1種類のボーンでウェイトを設定したので、今度は複数のボーンが影響を与えるようにしてみます。ボーンインフルエンスパネルのプラスボタンをクリックすると、メッシュに影響を与えるボーンを追加できるので、頭のボーンを選択してプラスボタンで追加しました。これで頭と体のボーンが影響を与えるようになったので、続いてはボーンの影響を受ける割合を設定します。まずは頭のボーンが影響を与えるメッシュの頂点を選択します。今回のサンプルでは首付近の頂点を選択しました。ウェイトスライダーを選択するとスライダーでウェイトを調整できます。左のような感じで頭と体のボーンが半分ずつ影響を与えるようにしてみました。プレビューポーズで頭のボーンを動かしてみると、首付近のメッシュも連動して動くようになりましたね。頭のボーンの影響を強くすると、左のような感じで首付近のメッシュがさらに追従するようになります。ボーンの編集が完了したらアプライボタンで保存します。ゲーム画面に配置したキャラクターを確認すると、スキミングエディターで設定したボーンが生成されていますね。とりあえずはキャラクターにボーンを設定することができたので、続いてはスケルタルアニメーションを作成します。アニメーションを設定するオブジェクトを選択した状態で、上部のメニューからアニメーションをクリックしました。ボーンのプロパティを追加して位置や角度を設定します。アニメーションウィンドウでボーンの動きを設定して、スケルタルアニメーションを作成する感じですね。とりあえずはボーンの動きを登録することができたので、アニメーションを再生してみます。スキニングエディターで設定したボーンを動かして待機モーションを作成してみました。今回のサンプルでは髪や乗り物の光をスプライトアニメーションで作成しましたが、スケルタルアニメーションと組み合わせても問題ないですね。ということで、本日はスキミングエディターでボーンを設定してスケルタルアニメーションを作成してみました。ご視聴ありがとうございました。